しかし困ったものですね。人間の介入がこれほどまでに事態を大きくしてしまうとは。確かに。このままでは計画に支障をきたしてしまうかもしれません。そうですね。どうしました？他に気になることでも？今回のこと、どうしても人間だけの仕業とは思えないのです。誰かが裏で糸を引いているに違いありません。おや？心当たりがありそうですね。ええ、まだ確信はありませんが。うん。調べてみますか。しかし、これ以上無理を重ねればあなたは。ふん。今さら惜しむほどの身ではありませんよ。それに、彼らの試練に比べれば。第13話、ウォー・オブ・ザ・魔界後編。くそ、鬱陶しいハエどもだな。あの人たちは魔界を手に入れてどうするつもりなんでしょう。さあね、人間の考えることはよくわかんないから。おーい、どうだゴドン。もちろんバッチリだ。サーズデイのナビゲーションシステムを使って移動できるポイントにガルガンチュアを追加設定しておいたよ。うん、ご苦労。これで奴らの母艦に直接乗り込めるというわけか。それにしてもよくあんたに設定できたわね。見るからに不器用そうなのに。ああ、どうやらジェニファーがあらかじめ設定していたらしいんだ。ジェニファーさんが？じゃあこうなることを以前から予想していたんですか？そういうことになるな。だが彼女は養父であるカーターを最後まで信じたかったのだろう。だから私にも何も言わなかったのだ。お前たち、いつまでこんなところでのんびりしているつもりだ？いつまでも人間どもに好き勝手やらせておくわけにはいかん。行くぞ。上様に喧嘩を売ったらどうなるか、地球のアホどもに思い知らせてやるのだ。ええ、なんとしてでも彼らを止めないと。うん、私の地球勇者魂も熱く燃えてきたぞ。必ずジェニファーを救い出してみせる。面白くなってきた。愚かで脆弱な人間どもめ、その身をもって魔王の恐ろしさを知るがいい。カーター総司令、悪魔が攻撃してきました。うろたえるな、こっちは200万の宇宙大艦隊だぞ。しかし我が艦の護衛艦隊が次々と撃破されております。なんだと、敵の戦力は？それがたった一人です。第126艦隊全滅、総員退避しました。第412艦隊機関オリンポス撃沈、ジャクソン中将以下全員逃走しました。第782艦隊戦闘不能、続いて第15艦隊、第981艦隊から緊急応援要請が入っております。これは悪夢か。たった一匹の悪魔に我が宇宙大艦隊が翻弄されているだと。ふざけおって、奴らにこれほどの戦闘能力があるとは聞いてなかったぞ。邪魔なハエどもはあらかた片付いたようだな。手応えのない連中だ。ちゃんと手加減して人間たちが逃げられるようにしてやるなんて、殿下も芸が細かいですね。愛ですね。はい。あ、アホか。魔界を人間どもの死体で汚すのが嫌だっただけだ。貴様はな。ピロピロピロ、エネルギー反応です。膨大な熱量を感知。危ない、気をつけろ。何あれ、ひょっとして秘密兵器ってやつですか？
カモノ、胸をときめかせている場合ではない。あの砲台は地球防衛軍宇宙大艦隊が誇るアストロ粒子砲だ。天使だろうが悪魔だろうがまともに食らったらただでは済まんぞ。ふん、面白いではないか。ダメですよ、せっかくゴードンさんが教えてくれたんですから砲台は無視しましょう。残念ですけど。そんなのつまんない。いいか、みんな、入り口を見つけて館内に侵入するのだ。待ってろよジェニファー、必ず助けに行くからな。どんな困難が待ち受けていようとも、この地球勇者キャプテンゴードン、鋼鉄の意志で戦い抜くぞ。パパ、ダメよパパ、やめて、お願いよパパ。ここは…お目覚めかい、お姫様。カーチス、悪い夢でも見てたのかい。相当うなされてたぜ。まあいい、これからはそんな夢を見なくて済むさ。カーチス、その手に持っているものはまさか…ご名答。一目見てわかるとは、さすがはジェニファー博士。なら、その効果も知っているな。やめてカーチス、あなたはそれでも人間なの。さてな、俺はある事件で体の7割とかけがえのない大切なものを失った。あの時、人間としての心もどこかへ落としちまったのかもな。さあ、お休みの時間だ。悪いな、お姫様。悲鳴を。ジェニファーさんの声です。奥からみたいだね。よし、行くぞ。やれやれ、また人間どもか、懲りない奴らめ。ピロピロピロ、人間ではありません。身体反応 0.0000。 そうか、みんな気をつけろ。こいつらはカーチスが作った強化サイボーグ人間だ。強化サイボーグ人間。そうだ、カーチスはジェニファーにも匹敵する天才科学者なのだ。しかし、奴は正義の名のもとに人の道を踏み外した実験を行っているのだ。まさかさっきの悲鳴は。いかん、ジェニファーが改造されているかもしれん。ジェニファーが改造されている。こら、妙な想像を膨らますんじゃない。一刻も早くジェニファーを救出するのだ。ピロピロピロ、キャプテンゴートン、カーター総司令から通信です。カーターから。よし、映像を出してくれサーズデイ。カーター君も往生際が悪いね、ゴードン君。当たり前だ、地球のためにもお前のような悪党を放置しておくわけにはいかん。地球勇者の名にかけて、カーター、お前を倒す。分かっていないな、ゴードン君。これは地球のためなのだよ。なんだと。君も知っての通り、地球は大変な危機に直面している。人口の爆発的増加、凶悪犯罪の急増、自然環境の破壊、深刻な食料不足。このままでは人類は滅びてしまうだろう。新天地を求めるにしても、宇宙移民計画には莫大な予算が必要だ。だからこの魔界を乗っ取るという壮大かつ経済的な計画を実行したのだ。魔界を乗っ取ろうとは見上げた男だな。人間にしておくには惜しいやつだ。だが
地球の危機とやらは人間がバカだから悪いのであろう。魔界の王としてお前にこの言葉を送ろう。自分のケツは自分で吹け。か、悪魔めが。私も一言言わせてもらおう。カーター総司令、私は怒っています。ジェニファー返せこのハゲチャビどうやら分かり合うことはできないようだな。ならば私も地球の未来のため全力で君たちを叩き潰そう。覚悟しておきたまえ。コーチ、よく来たなゴードン。宇宙大艦隊の攻撃をくぐり抜けここまで来るとは、さすがだ。思い起こせば俺が妻と娘を、そして人間としての心と体を失った日からちょうど5年か。おい、あいついきなり思い出話を始めたぞ。今のうちに攻撃しちゃいましょうか。ちゃんと聞かなきゃダメですよ。ライバルは過去に悲しい傷を背負っているものなんですから。続けてもいいか。あ、はい、どうぞ。思い起こせば俺が妻と娘を、そして人間としての心と体を失った日からちょうど5年か。あの頃の俺は世界宇宙科学研究所で働くエリート署員で、地球を救うという使命に燃えていた。しかし5年前のあの事件で全てを失ってしまった。5年前、あの事件のせいで俺は体の7割を失い、研究所に住んでいた妻と娘は爆風と共に。犯人は宇宙開発反対を唱えるテロリストどもだった。まさかあの爆破事件の犠牲者の中に君の家族がいたというのか。そうだ。奴らは貴様に逮捕されたが、俺には何の慰めにもならなかった。俺は妻と子に誓った。地球勇者が役に立たないのなら俺が真の地球勇者になってやると。そして俺は自らの体をサイボーグ化したのだ。罪のない人間を救えずして何のための地球勇者だ。たとえどんな手段を使ってもより多くの人々を救うのが本当の地球勇者ではないのか。俺は貴様の甘っちょろいやり方を決して認めん。今日こそ貴様を倒して真の地球勇者になってやる。それが俺に残された唯一の生きる道なんだ。そうだったのか。君にそんな過去があったとは知らなかったよカーチス。君の家族のことは私の力不足だ。許してくれ。だがカーチス、今君がやっていることは間違っている。何？俺はより多くの地球人類を救うために戦っているんだぞ。確かに魔界を侵略することで地球は救えるかもしれない。しかしそれは多くの犠牲を伴うことだ。君はそれでいいのか。それが本当に地球人類のためなのか。それに犠牲になる者の気持ちは君が一番よく知っているのではないのかカーチス。今の君を見て、天国にいる奥さんと娘さんがどう思うか考えてみろ。私は地球勇者だ。地球の民が、そして友が過ちを犯そうとしているとき、それを正すのもまた地球勇者の使命。同じ地球を愛する者と戦うのは不本意だが、これも君の目を覚ますためだと思ってくれたまえ。行くぞ友よ。本当の地球勇者魂をその体で受け止めてみろ。見事だ。どうやら俺が間違っていたようだな。これが本当の地球勇者魂か。俺もこの機械の体にも熱く伝わってきたぜ。俺の負けだ。さあ殺してくれ。わかった。痛くないようにサクッとやってあげるね。
カーチス、私たちの戦いはもう終わったんだ。君は正しいことをしようとした。ただ悲しみのあまり方法を間違ってしまっただけさ。これからは友として私を助けてくれると嬉しいのだが、どうだろう、ゴーダン。うん、お前は優秀なやつみたいだから、俺様の家来にしてやってもよいぞ。魔王の家来か。それも悪くないかもしれねえな。だが、今の俺にはしばらく休息が必要なようだ。少し眠らせてもらうぜ、ゴードン。ジェニファーに気をつけろ。ガチ、ジェニファーに気をつけろ。一体どういうことなんだ。ジェニファーに気をつけろ。やはりあれか、改造ですか。改造でしょう。君たち、そういう方向で期待に胸を膨らますな、やめてくれないかね。冒頭を追い詰めたぞ、カーター。観念して、おとなしくジェニファーを返せ。いいだろう。ジェニファー、おい。はい。期待していたのと全然違う。ですね。ちょっと、これのどこが改造なんですか？よくぞジェニファーを改造したことに気がついたな。その通りだ。これはマインドコントロール装置だ。マインドコントロール？そうだ。ジェニファーは私の命令で動く操り人形となったのだ。さあ行け、ゴードンを倒すのだ、ジェニファー。こいつはお笑いだ。地球勇者であるこの私がか弱い女性に負けるはずがなかろう。うわっ、お前、勇者やめた方が良いのではないか。どうだ、驚いたか。ジェニファーは古のマーシャルアーツ、カンフーの達人なのだ。彼女にそんな特技があったとは初耳だぞ。君が聞かなかっただけだろう。なるほど。ではどうすればいいのだ。ジェニファーを相手に本気を出すことなど私にはできん。本気出したところで負けるって。絶対なら、いっそのことこの船ごと吹き飛ばしてしまうか。ダメです、この船は後で私がもらうんですから。そうか、これでは仕方ないな。地球勇者キャプテンゴードン、最大のピンチか。情けないぞゴードン、俺に見せた地球勇者魂はどこへやった。コーチス、もう元気になったのか。あんたの言葉が俺の心の奥底に眠っていた忘れかけたものを呼び覚ましてくれたのさ。見ていてくれ、俺の最後の地球勇者魂だ。えい、ジェニファー、その裏切り者から先に始末してしまえ。はあ。うおゴードン、あんたは俺のことを友と呼んでくれた。
俺さ、本当はあんたに憧れていたんだ。あんたに憧れて科学者になったんだ。それなのにおかしいよな。なんでこんなになっちまったんだろう。もっと早く気づいていればな。いや、最後の最後に気づいたんだ。きっとあいつらも天国で喜んでくれているはずだよな。ジェニファー、そんな死に損ないを相手に何を手こずっている。こうなったらジェニファーもろともお前たちを爆破してやる。こんなこともあろうかとマインドコントロール装置に爆弾を仕掛けておいたのだ。死ねえ。させるかよ。その装置は俺が作ったんだぜ。弱点はお見通しさ。はあ、ジェニファー、君をここで死なすわけにはいかない。うわなあ、ゴードン。俺も本物の地球勇者になれるかな。ああ、なれるとも。いや、今の君の姿こそ地球勇者そのものじゃないか。ありがとうよ、ゴードン。あんたが教えてくれた地球勇者魂、忘れないつね。礼を言うのは私の方だ、カーチス。君に第38代地球勇者の名を捧げよう。死神どもよ、魔王ラハールの頼みだ。地球勇者カーチスの魂を家族のもとへ導いてやってくれ。殿下、ラハールさん。余計なことは言うなよ。俺様はただ魔王として真の勇者の魂に敬意を表したまで、それだけのことだ。ええ、分かってます。許さん、許さんぞカーター。ピン。待って、ゴードン。ジェニファー、正気に戻ったのか。ええ、マインドコントロールされている時もずっと意識はあったわ。カーチスは私のせいで。いや、彼の行動は彼自身の信念を貫き通した結果だ。彼も後悔はしていまい。それに彼の地球勇者魂は今君の心の中に宿っているはずだ。そうね。ジェニファー、もう君は私の助手ではない。同じ地球勇者として共に戦おう。ありがとう、ゴードン。分かったわ。まずは目の前の敵との決着をつけましょう。待て、ジェニファー、私はお前の父親だぞ。これまで育ててやった恩を忘れたか。そうね。あなたに拾われなかったら今頃死んでいたかもしれない。私はあなたを信じていたし愛していたわ。けど私たちは初めから親子じゃなかった。あなたの目的は私を利用することだけだった。もうあなたを父とは呼ばない。覚悟しなさい、カーター。この恩知らずも親不孝者め。こうなったら最後の手段だ。これは天使兵。なぜ天使様が彼の味方を。どうやら何者かが裏で人間どもを操っていたようだな。天界の連中が絡んでくるとは。
面白くなってきましたね、殿下。そんな、これは大天使様の小石なの？魔界を手に入れることには失敗したが、私は諦めたわけではないぞ。待て、カーター！さらばだ、諸君。おのれ、まさか悪魔どもの戦闘力があれほどのものだったとは。奴の情報と全然違うではないか。奴め、初めから我々人類を陥れるつもりだったのでは。奴とは誰のことですか。誰だ。人間の科学技術がいくら発展していようと、魔界に通じる者の手引きがなければ、そう簡単に侵入できるはずがありません。答えなさい。あなたの背後に誰がいるのです。それは言わねば殺します。白い翼を持った男だ。私は無実だ。私はただ地球を救いたかっただけなのだ。そうですか。愚かな人間の指導者よ、あなたに地球を救うことはできません。己の娘も救えぬ者がどうして他人を救うことができますか。あなたは己のエゴのために他人を犠牲にしているにすぎません。そのことに気づかぬ限り、舞を悪夢にうなされることになるでしょう。悪魔はいつもあなたを見張っていますよ。決まりましたね。ありがとう、カーチス。君のことは生涯忘れないだろう。君の分まで地球のために戦うことをここに誓おう。いや、地球だけではない、全ての世界のために。私もよ、カーチス。あなたに救われたこの命、世界平和のために捧げるわ。あなたやあなたの家族のような犠牲者を二度と出さないためにもね。フロン。私、天界に戻ります。何？大天使様の本心を知るためにも、私、天界に戻ります。地球防衛軍との戦いを終えて一息つけるかと思いきや、アホな天界の連中が人間を操っていたことが発覚したから、さあ大変。尊敬する大天使様の本心を知るため、天界へ戻る決心を固めるフロンちゃん。天界でフロンちゃんを待ち受けているものは何か、そして大天使の真意とは。次回、魔界戦記ディスガイア最終話、戦いの果てに。みんな、今まで本当にありがとう。これは夢か。エトナさんが真面目なこと言ってる。天変地異の前触れか。ああ、世界の破滅だわ。世界の破滅。危険、危険、危険。うわあ、みんな逃げるぞ。あいつら、いつか殺してやる。